エキバストスは、カザフスタン共和国、パブロダール州の都市。石炭採掘と発電を産業とする都市で、人口は2015年現在約13万人。エキバストスは、カザフ語で、二階の死を意味する。19世紀、ロシア人商人からこの地域の鉱物資源の探査を、請け負い、パブロダール南東の丹田に降り立った、カザフ人、カシム・プションバイエブが、 目印として、塩の塊二つを置いたのがこの地名の始まりである。丹田の商業的な発展は、間もなく始まり、丹田は、アーカートという名のイギリス人に売られた。鉄道も引かれ、1898年には、エキバストスという村が建設された。20世紀前半、第一次世界大戦と、ロシア革命、そして第二次世界大戦と激動する情勢の中で、 この地域の開発に注意が向けられることはなく、村は荒廃した。工業開発が再び着手されるのは第二次世界大戦後である。1948年、この地にやってきた50人ほどの人々は、町の建設に取り掛かり、将来の露天掘りのための土地区画を行った。石炭を積んだ列車が、 初めて出発したのは1954年12月のことであった。この時から、駅バストスは工業都市としての発展を続けることになる。1957年7月12日には、カザフソビエト社会主義共和国最高会議の決定により、駅バストスに都市の地位が与えられた。この時、駅バストスの人口は2万5000人であった。 1920年代から1950年代にかけて、この地には大規模な強制労働収容所があった。エキバストスの収容所に関わる著名な人物としては、1950から53年にかけて収容されたアレクサンドル・ソルジェニーツィンが挙げられる。また、失脚したゲオルギー・マレンコフ首相がこの地に左遷されている。エキバストスは、 62平方キロメートルの地域に130億トンの埋蔵量を見込む丹田である。世界最大規模の露天掘りを行っている。エキバストスで豊富な石炭を背景とした電力生産も盛んである。1980年代には2つの巨大な火力発電所が建設された。総出力400メガワットを誇るエキバストス第1。 発電所と、世界で最も高い煙突を持つことで知られる、エキバストス第二発電所である。ありがとうございます。